日立製作所、笠戸事業所日立製作所、笠戸事業所は、山口県下松市東方位に所在する、日立製作所の製造拠点の一つ。鉄道ビジネスユニットの主たる、事業拠点である。1921年5月1日、日立製作所が、日立製作所、笠戸工場として設立。敷地面積52ヘクタール、従業員数約1500人。 蒸気機関車、新幹線、電車、ディーゼル機関車、モノレール、路面電車など、鉄道車両を多く製造している。下松市の南部、笠戸島の対岸に、工場群を構え、サッカースタジアム約9個、分、52万平方メートルの広さがある。事業所に隣接して、日立ハイテクノロジーズか事業所と日立交通テクノロジー笠戸事業所。 日立プラントテクノロジー傘佐と生産統括粒があり、営業用鉄道車両のみならず保守用車両や保守機材の製造も手掛け、偽装関係も自社グループで完結できる体制を整えている。製造された車両は専用線を通じて、山陽本線下松駅から全国に発送される。新幹線車両、阪急電鉄向け車両、海外向け車両は、 国道百八十八号、県道徳山下松線を経由し、徳山下松港下松第二塔から船積みされて、車両基地近くの港まで運ばれ、そこから陸送される。本事業所に限らず、行道経由で、鉄道車両を陸送する場合は通常深夜に行われるが、下松市が、ものづくりの街の PR を目的に、日本初の鉄道車両日中陸送を、 企画、2017年3月5日の日中に、当該道路を一時封鎖して800系戦闘車1両の陸送を行い、約3万人が詰めかけた。また、2019年にも下松市政80周年記念事業として、下松商工会議所などが企画し、7月14日に、クラス800戦闘車2両の日中陸送を行い、約3万5000人が詰めかけた。 1988年には、株式会社富士テレビジョンと東日本両客鉄道との共同企画として、日本国内を走行したオリエント急行の車両が来日した際、台車を日本国内で走行可能な競技用のものに履き替える作業を、はじめとして各客車を JR 各線の車両限界に合致させるための改造作業を行った実績を残している。 客車は、香港から船で、下松港まで輸送されて来日し、離日の際も、下松から船積みされている。2009年12月、日立が製造した395系電車が、英国の高速鉄道にて運行を開始した。2010年6月22日、日立製作所は海外向け鉄道システム事業において、三菱重工と協業することで、 基本合意したと発表した。車両に搭載する機器類にも独自技術が多く、1940年代には多段式自動加速制御機の原点である、日立 MMC 制御を開発した。1952年に、笠戸工場で製作された高松琴平電鉄1万型は、日本初のワンハンドルマスコンを採用した。その他、相模鉄道では、 日立製作所オリジナルのブレーキ装置として、電磁直通弁式電磁直通ブレーキが採用されている。現在製造されている車両は、ほとんどがアルミニウム合金製の電車であり、JR 向け、民鉄向けを問わず幅広く扱い、新幹線車両の受注もしている。 カサト交通システム本部車両システム設計部で A トレーンの開発を行っており、A トレーンを採用した車両の製造はほぼ全てカサト事業所で行われている。A トレーンとはアルミニウム押し出し型材を摩擦角反接合工法により溶接したダブルスキン構造の構え体を持ち、 また構えからだと別に内装をモジュール化して制作する自立型内装構造を持つ規格型車両でこれを実用化して低コスト単能機での生産を可能にしたただし新幹線の先頭部に関しては採算性の問題から押し出し加工ではなく昔ながらの打ち出し板金の技術を用いて成形されておりかと事業所のある下松市を中心に 高い技術力を持つ協力会社が多数存在する。過去には普通構成やステンレス構成の車両も手掛けていたが、現在はアルミニウム製車両のみに特化している。ステンレス車両は国鉄205系電車などで、同社が手掛けた最後のヒアルミ製の車両は、2003年に製造された名古屋市営地下鉄名城線の2000系である。2002年にアルナ工機が、 鉄道線車両から撤退した際には、アルナが扱っていた、阪急電鉄、東武鉄道向け申請車両製造の事実上の受け皿となり、九州旅客鉄道の申請電車は、以前は、ほぼ全車両が、近畿車両と当事業所に集約されていたが、現在、九州旅客鉄道の申請電車は、ほとんどが、A トレーンを採用し、当事業所での製造が主流になっている。 東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道では、2000年代以降、車両製造は新幹線のみとなっている。また、モノレール車両の製造も多く手掛け、小座式モノレールのシステムである、アルベーグ式モノレールシステムをドイツから導入し、日立アルベーグ式モノレールとして、東京モノレールなどに納入している。かつては、蒸気機関車、電気機関車、 ディーゼル機関車、機動車、客車、貨車、普通工やステンレス構成の電車の製造も行っていた。ただし、電気機関車は、茨城県ひたちなか市のひたち製作所水戸工場が主力生産工場であった。ひたち山の修理工場を事業の起源とし、主たる事業拠点を茨城県をはじめとする関東地方に集中させているひたち製作所にあって、 関東から遠く離れた山口県下松に事業拠点を構えるのは日立鉱山の創業者であり鉱山王の異名を取った久原ふさの助の一大構想に由来する。久原工業所の成功で一材を成したふさ助は自分の郷里である山口県において一大プロジェクトを描いていた。それは山口県津野郡下松町から津野郡大河村に かけてのスオーナダが日台を埋め立て、一大工業地帯とすることであった。その著として、久原は自ら造船業に乗り出すことになり、1915年に日本汽船株式会社を立ち上げることとなる。創業当初の日本汽船は、好調を極め、作った船は出来上がるまでに南層梅の高値で、羽が生えたように飛んでいったと言われるほどであった。しかしその一方で、 造船業以外にも事業を急拡大させた房之助は第一次世界大戦の終結をきっかけに一点苦境に陥ることとなる。前述のプロジェクトを実現させるべく1919 19年に下松の埋め立て地にて日本紀線笠戸造船所の創業を開始するも早くも翌々年の1921年には房之助の元から独立を果たしていた。 小平奈美平率いる日立製作所が日本紀線カサト造船所を取得することとなり、ここにカサトは日立産家の製造拠点の一つとなったのである。なお、房之の助自身も1928年に枠原工業所の社長の座を義兄である相川義助に譲り、経営の一線から退き、政界に転身している。造船を手掛けていなかった日立は、 カサト造船所の施設をカサト工場として鉄道車両の製作に振り向けることとなり3年後の1924年に国産第1号となる大型機関車である国鉄 ED15 系電気機関車を完成させ日立の鉄道車両作りの歴史が始まることになる鉄道車両以外の製品としては3式先行輸送艇、UI 型、U2 型需要などを製造した 国鉄 EF58 系電気機関車、国鉄 DD51 系ディーゼル機関車が1、私鉄向け同系車を含む。各年度は、日立製造分のみ、製造量数は、日立製造分、全製造量数とする。新幹線国鉄0系新幹線電車500系、W1 編成16号車522から1、JR 北海道 JR 東日本 JR。 東海 JR 西日本 JR 四国 JR 九州 JR 九州815系電車東急電鉄東京地下鉄東武鉄道東武6万系電車アルナ後期の鉄道専用車両製造撤退を契機にその受け皿として取引に加わった西武鉄道西武001系電車京王電鉄相模鉄道 阪急電鉄阪急1300系電車アルナ後期の鉄道専用車両製造撤退を契機に、その受け皿として取引に加わった。京阪電気鉄道南海電気鉄道首都圏、新都市鉄道東洋高速鉄道札幌市交通局東京都交通局名古屋市交通局大阪市、交通局京都市交通局福岡市交通局。 鹿児島市交通局東京モノレール線形電車、東京モノレール全車両を製造。大阪モノレール舞浜リゾートライン全車両を製造。舞浜リゾートラインディズニーリゾートライン車両、参照。名古屋鉄道沖縄都市モノレール、台湾鉄路管理局。 ふとしろ台湾鉄路管理局 EMU3000 型電車イギリス c t r l 3 9 5系イギリス e e p 8 0 0系8 0 0 k 下松市成80周年記念事業クラス800戦闘車備中陸送韓国鉄道庁韓国鉄道校舎公営台湾,台湾台湾鉄路管理局台湾高速鉄道イギリスアルゼンチンアルゼンチン国鉄昭和30年代以降主に交流 直行流起かさと事業所では男子サッカー部、男女バスケットボール部の存在が知られる。2014年現在、サッカー部は地域リーグである中国サッカーリーグに所属。ただし近年は一つ下のカテゴリーである山口県社会人、サッカーリーグ一部との昇降格を繰り返している。バスケットボール部は男女とも 全日本実業団バスケットボール選手権大会、全日本実業団バスケットボール競技大会の常連ではあるが、本大会ではなかなか上位に食い込めるところに至っていない。ありがとうございます。